花火はパッと消えてまうけど、友情は一生もんや。ガンダルバー村に取材に来ていると言われたけど、どうやって探せばいいんだろう。まさか大声で彼に呼びかけるとか。こんにちは、僕。名前は？一人で何してるんだ？ガンダルバー村の住民じゃないよな。心配するな。見習いレンジャーの私が精一杯お前を助ける。こんにちは、レンジャーのお姉さん。僕はラーズィーと言います。僕のことなら気にしないでください。ガンダルバーちは分かりますから。それじゃあなおさらお前をこのまま返せない。気にしないでっていうのは心配しないでと同じ意味だろ。うわ、泣くなよ。何があった？ゆっくりでいいから。この声どこかで聞いたことある。そうだ、コレイの声だ。それにようコレイ、最近体の方は大丈夫か？あ、パイモンに旅人。私のことを気にかけてくれてありがとう。最近はかなり調子が良くて、師匠の森林パトロールを手伝ったりもしてるよ。ここにちょっと用事があったんだ。そしたら遠くからお前の声が聞こえたから。でもまあなんだか取り込みちゃんみたいだし。あ、僕なら大丈夫です。レンジャーのお姉さん、その二人を助けて差し上げてください。さっきはちょっと砂が目に入っただけで。すっごく礼儀正しいな。けどここは森林だし、砂なんてあるは。こういう時こそ。あ、お姉さんが一つ方法を教えてやるよ。木のうろ？そう、木のうろ。丹治さんの童話聞いたことないか？森に住むアランナラたちは子供たちの話を優しく聞いてくれるんだ。もしかしたら木のうろには本当にアランナラが住んでいて、お前の悩み事に耳を傾けてくれるかも。コレイお姉さんもアランナラの童話が好きなんですか？うん、私はアランナラの童話が大好きだよ。アランナラが好きな人はみんないい人です。木のうろに秘密を吐くんですね。やってみます。ありがとう。コレイお姉さんは物知りなんですね。そんな大したことじゃないよ。ただ友達に影響。どうだ、気分は良くなったか？森は危ないから一緒に行こう。はい。へえ、コレイが子供を落ち着かせ。ああ、雨林で迷ってしまった子供たちを助けるのも。それでさっき言ってた私に助けてもらいたい。取材のためにはるばるオルモス港からガンダルバー村までやってきた。待って、このタンジェさんってあのタンジェさんか？そうだぞ、あのタンジェさんだ。彼が近くにいるってこと？新しい童話の取材のために？すごいね。少し待ってくれる？ラジーをガンダルバー村に送り届けたらすぐ戻ってお前たちを助けるから。ずっと気になってたんだ。一体どんな才能を持ってる人があんなに面白い童話を作ってるのかって。タンジェはごく普通の人ですよ。普通の人だとしても絶対に面白い人だよな。って、え？ちょっと待った、ラージ、お前はタンジェさんと会ったことが？うん、僕の父なんです。父ちゃん！
てよ。つまりそいつはお前の父ちゃんで。その通りです。でも確かにアジャンタ彫刻店の人がタンジェさんは息子を連れて取材しに行ったけど、なんでラージーはここにいるんだ。僕父と結婚、まずはお前をガンダルバン村に戻した方がいい。もう大丈夫です。コレイお姉さんの話を聞いたらついてきてください。父のところへ案内します。やったー、ずっと森にこもって探すの。ああ、本当にタンジェさんに会えるなんてな。タンジェさんがいるのはこっちの方向か。私は、ラーゼ、やっと見つけた。危険な目に遭ってないかい？野獣のせいでパニックになったりは？星が道を示して。僕は平気。彼らが助けてくれたから。そうか、なるほど。君たち本当にありがとう。このいや、見習いレンジャーとして当然のことをしただけだ。それにスメールの子供たちにたくさんの童話を作ってくれて本当にありがとう。おや、子供以外にも私の童話を好きになってくれる人がいるなんてね。次の童話のインスピレーションが来た。じゃじゃーん。インスピレーションの元になれて光栄だ。うわぁ、これ今にも気絶しそうだぞ。あ、いや大丈夫。ごめん、ちょっと興奮しすぎたみたい。そちらの二人も私の読者かい？君たちを見ていると、ランギガントとランヤマガラが共に旅…おお、インプロビゼーションだ。想像という馬に乗り、テキストの荒野を駆け抜けるんだ。タンジェさんの話を聞いて、それに人を山柄に見立てる…アジャンタ彫刻って、おお、そうだ、思い出した。そういえばかつて、ある、何しろ、タンジェという名の港は、さら、どうしよう。父が言いたいのは、アジャンタ彫刻店の人たちを手伝って、アランナラへの理解を深めてもらうことを忘れて。なるほど。お前って、今は感心してる場合じゃない。タンジェさん、この件はあの二人の職人にとって。しかし、私の前に広がる青々と茂ったガーデンの私、このタンジェは、アビディアの森でアランナラが残した痕跡を見つけたんだ。これはアランナラが童話に限って、もしアランナラの姿を記録できたら、アジャンタ彫刻店の直面している小さな結び目なんて、か、そしてこれを機に私は教令員の行為に昇格し、そのことは偉大なるタンジェが小さなオルモス校に住んでいると。はあ、その書いたことはないけど知ってるよ。教令員に入りたいのなら審査機関に承認された十分な数の論文と詳細で、さっきタンジェさんが言ってた、アランナラ物語を作るには釣り針を残すことがポイントなんだ。餌を直接与えるのは童話作家である私のやり方ではないからね。ああ、その方向は。これいい、どうしたの。いや、その方向はアビディアの森の奥だからさ。あと
ラジーがなんでタンジェさんと喧嘩したのかも。やはり君たちも童話果実への欲望に駆られてついてきたんだな。普通の木のウロにしか見えないけど。いや、目は惑わされても心は惑わされない。心を込めて見たまえ。さすれば君たちも収穫を得られるはずだ。心を込めて見るの意味はわかんないけど。あ、紙切れがあったぞ。単純、おい、読みにくい字だな。あらんならもうキノコの見分け方を覚えなく。また紙切れを見つけたぞ。確かに童話のあらんならが言いそうな言葉だ。ここにも頭の切れるアランナラって。え？画期的な発見を目の当たりにする感じはどうだい？素敵だろう？確かに子供のような字だが、ここはウリンの真ん中だということを忘れてくれるなよ。これほど奥深くひっそりとした森にたどり着ける子供はいないし、ましてやこの質素な木のウロを難攻不落の城とは思わないだろう。だからここはアランナラの教令院であり、これらの紙切れは間違いなくアランナラの筆跡であると私は推測したんだ。頭の良くないアランナラが頭の切れるアランナラになりたいという願い事をして、その願いをここに残した。このアランナラに新たな童話を作ってあげよう。その名も木のウロのアランナラだ。どうだ、君たちの目の前にもまるでアランナラが現れるようじゃないか。いや、何も。そうか、多くの冒険者の後ろには見える風の翼しかなく、見えざる想像の翼が欠けている。だから彼らは私の考えについてこれないんだ。それでこちらのレンジャーさんの背中には想像の翼はあるかね。え、私、いや、私にはあるような、ないような。とにかく、いや、私は大丈夫。タンジェさんの創作過程を目の当たりにして、ちょっと少し心が震えた。そうそう、心が震えた。とにかく私は決意した。ラーズィと一緒にここでアランナラの出現を待ち、木のウロにある奇跡を見届ける。安心してくれ、アジャンタ彫刻展の依頼も達成してみせるよ。本物のアランナラが出てきてさえくれれば、これ式のことは朝飯前さ。おい、なんて頑固なやつなんだ。どうやらここで待つしかないみたいだな。いや、さっきの拠点に戻った方がいいと思う。タンジェさん、闇キノコンとアランナラに、アランナラはすごく敏感な生き物だって書いてあった。もし私たちがここにいたらきっと寄ってこないだろう。あれ、そんな一文あったかな。ああ、そういえば確かにあったね。さすがレンジャー。それじゃあまずは拠点に戻って体を休めて、朝日が昇ったらまた証拠を探そう。
じゃなくて、コレイが拠点にいないんだよ。オイラ、昨日の夜からあいつのことは心配してたんだ。元気だって、とにかくあいつを探そうぜ。見ろ、ここにコレイの足跡があるぞ。けどこれ、あの木のウロに向かってないか。コレイがまた一人で戻ってきたぞ。うふふ、誰もこの場所には気づかないと思ってたのに、よりによってタンジさんに見つかっちゃって、その上旅人とパイモンにまでバレるなんて。はあ、こうなるって分かってたら書いたりなんかしないで恋にしてればよかった。字の練習ならきっと他にもいい素材があったはずだ。おかげで新しい悩みが増えちゃった。いっそ本物のアランナラの真似をするか。違う違う、今やるべきことはアランナラとして扱われないようなことを書くことだ。そしたらタンジさんの誤解も解ける。何を書こうかな。どうしよう。そうだ、これなら絶対アランナラに誤解されないはずだ。なるほど、昼間見たあのアランナラの痕跡たちは実はコレイの痕跡だったんだな。けどなんで黙ってるんだ。タンジさんに言えばよくないか。そうだ、思い出したぞ。秘密があれば木のウロに話せばいいんだってコレイがラージーに教えたんだったよな。よし、とりあえずコレイの秘密は守ろうぜ。あいつもうすぐ書き終わりそうだ。オイラたちも戻ろうぜ。どれどれ、何が書いてあるのかな。なんて書いたんだろう。え、もう一度モンドのバドル同祭に参加したいな。いや、バカな、これはいたずらに決まってる。そんなエピソードは童話にも出てこないぞ。つまりこれらの紙切れは実はアランナラが残したものじゃない。そう、私もそう思う。アランナラじゃなく通りがかったモンド商人が残した可能性が高いよ。いや、私は認めないぞ。もう無理だ。無理ってなんだよ。ちょっと時間を割いてくれれば。そうだよ、タンジェさんは子供たちに大人気の童話を作れるんだから。無理なものは無理なんだ。本当にアランナラを見つけることができたらアジャンタ彫刻店も助けられると思う。結局それはただのモンド。でも今まで童話を作る時だって、私はもういい。ラーゼィ、みんなに本当にいいの？ああ、話して大丈夫だ。わかった、コレイお姉さん、旅人のお兄さん、本当はこの秘密のことは言いたくなかったのです。ですから、そろそろ話す頃合いだと思います。実は僕の父は、アランナラの童話を作った作…だけど、タンジェさんじゃないなら…僕です。僕がまだ小さい頃から父はすでにオルモス港で物語を語っていました。毎晩父は僕の手のひらにザイトゥン島を渡してくれて、ザイトゥン島は甘くて美味しかったけど、父の物語はまずかったです。父は難しい言い回しや、それから比喩でも、父は何度も何度も童話を聞かせてくれましたし、時にはサングマハベイ様のショップで写真機を借りて僕に童話を語るす。父は写真を指さして僕にこう言いました。これ、あの頃は毎日ザイトゥン島しか食べられなかったし、だけどある日僕は自分で考えた物語を
父はその物語の始めを聞いてすごくワクワクしたみたいで、嬉しそうに僕を両手で高く抱き上げると、僕は抱き上げられたまま物語を語り続けました。そして僕が一番力を入れた場面を語った時、父が僕を下ろした時、僕の物語もちょうど、よく覚えてるよな。ラーズィだけじゃない、私もあの日の出来事をよく覚えている。あの日から私の夢は叶い、スメール随一の童話作家にな、毎晩の夕食もザイトゥン島一つだけじゃなくなった。ラーズィには喜んでもらえると思う。最初は嬉しかったですけど、だんだんみんなは僕のことをラーズィではなくタンジェさんの、その理由には薄々気づいていたけど、それから父も忙しくなり、童話以外のことを、例えばアジャンタ彫刻展の依頼にも手を出しました。だから僕は決めたんです。少なくとも今回はラーズィでいたいって、全ての物語を親愛なるラーズィにで始める今の父よりも、どもりながら話を伝え、物語のいい終わり方を知らない父の方が、ですので僕の思うアランナラがどんな姿をしているか、僕は待てよ。つまりタンジェさんが作った童話は、ラーズィはタンジェさんが嘘をどんどん重ねていくのが嫌で、アジャンタ彫刻展の依頼についてはタンジェさんを、ああそうだ、だからこの近くで、私はすまない、ラーズィすまない、君たちにも謝らないと、君たちの時間を無駄にしてすまなかった。アジャンタ彫刻展を助けられるのはラーズィだ、彼を説得すると。おい、それでいい。僕がアジャンタ彫刻展を助ける。物語には確かにアランナラの姿に関する記事。これよ姉さん、旅人のお兄さん、僕は今までずっとオルモス港に住んでいて、ここをほとんどスメールが思っていたよりも大きいことに気づきましたし、さらに多くのアランナラの童話を思いつきました。ですので子供たちに愛されるアランナラの木彫りを作り上げるためには、それにまた機会があるなら、いろんな場所で父の写真をたくさん撮ってあげたくて。ん？それって一緒にいていいってことかい？もちろん、だって父さんは僕の一番好きな父さんでしょ。ラージ、今までで一番楽しそうに話した。これお姉さんにもお礼を言いたいです。私は何も役に立ってない。だってあなたが教えてくれたでしょ。木のうろを探す余裕はありませんでしたが。うん、そうだ、一人の人間が背負える秘密の数なんて、昔モンドにいた頃私も悪いことをした。タンジェさんにとっては今回経験したことも、ああ、いい父親になってみせるよ。って、ちょっと待った。ああ、それはたまたま通りかかっただけだ。さあ、ラージ、写真機を持って。はい、行きましょう。父さんも早くついてきて。ラージ、あまり早く走る。よっしゃ。
やったら何か話したるで。花火はパッと消えてまうけど、友情は一生もんや。花火に見えてきゃさあ、こりゃふっせっさあ、おきろ。
立流行くで。言ってるで。はい。
る方法あり。面白きことをしに行くぞ。
招かれざる客か。捕まえたにゃ。痛がっちゃいな。15番、立流チョック。反省しなさい、酔っ払いさん。ふっ、へいや。さあ、立ち。じゃ、花火に、へい、へいや。花火はパッと消えてまうけど、友情は一生もんや。かかれ。
呪言律令。有限なる雷霆律令直呪言せよ。呪言律令。いざよ交錯せよ。
遊撃騎士、行動に移る。呪言、律令呪言、わめきなさい。ひょっ、兵糧のようになれ。はっ、それ、はっ、はっ、はい、捕まえたんや。どの目が出るかしら。チョック、律令チョック、結霜せよ。それ、よし、急がなくてもいいのよ。Thank you.
お友達が増えたで。世界はな、かかれ、ガッ、トン。律令呪言、神道の権限、直呪言。ふっ、花火に行くに。律令芽生えよ。律令ちょっと。はっ。いいとよ、交錯せよ。いい気やで。火の用心。ふっ。
呪言。聞いてるぜ。律流有限なるライフ呪言律流呪言どの目が出るかしら火の用心律流呪言祭りの開始や気ぃつけるぜおっとそりゃへいやへいやはぁおてんべるほなへいふやへいや捕まえたリツリオチョックリツリオ花火見えへんやっおっとでっかやっへっやっやっへいやっはっおっ金魚やでチョック呪言かかれほっはっ糸よ工作せよ聞いてるぜThank you.
Thank you.
ありがとうな。約束したほ。
Thank you.